はい、皆さんこんにちは。今日は主導権を安藤君が握ってやりたいと思います。映画の時間ですね。はい。で、僕が知らない映画をやってる。うん。蛍の墓。宮崎駿の、うん、多分柳田さんが嫌いな映画です。あれ沖縄の話？いや、でもないと思うんだけど、どっか。そうだね、うん、あの、あれに近いんだとね、うん、これあの、なんだろう、三丁目の夕日でさ、あ、はい、2だか1だかで、うん、あのなんだろう、鈴木洋とかさ、はいはい、じゃない、あれだ、あのもう一人の方だ、うん、あれが同窓会に行った時に、はいはい、あ、鈴木洋とか、連れて帰ってきたの、死んだやつを、うん、それで出てきてね、いや、ホタルがいるとか言って、へ、一人で帰っちゃダメなんだよってな、あ、全然関係ないからね、はいはいはい、じゃあということで今日は安藤君の主人公で行ってもらいたいと思います。はい、よろしいですか。はい、はい、それではジョリーに首ったけ安藤雄二編、はい、お願いします。はい、まあ、あの蛍の墓、これ宮崎駿の、まあ、ジブリ作品になるんですけれども、うん、まあ絶対柳田さんが見ないであろう作品、うん、まあ、テーマはね、一応戦争ものではあるんだ、うんうん、で、どういう話かっていうと、まあ、要はあの東京か忘れましたけど、まあ、いわゆる都会の方のね、そのいわゆる4人家族、まあ、お父さんお母さん、あとはまあ主人公の聖太と、あと節子、妹の節子、まあ、この、2人兄弟なんで4人家族で、お父さんがね、まあ、一応戦争にまあ駆り出されてるというか、結構ね軍隊でも偉い方の地にいたらしいんだ、うん、で、それで、まあ、基本的には、まあ、要はお母さんと子供たちの、まあ、3人暮らしみたいな生活をしているところ、うん、そうなんです、うん、で、そんな彼らなんですけれど、まあ、都会の方にいるものですから、うん、要は空襲があったわけですね、うん、で、まあ、それで、まあ、お母さんがまあ割と早々に亡くなっちゃったと、うん、で2人は、多分父方のおばさんかな、うん、のいる、地方の方に、まあ、疎開というのか、まあ、預けられるような形で、まあ、生活をしていくということになるんですけれども、まあ、なんだろうな、追い出されるわけですよ、うん、そう、そう、かわいそうに思うでしょ、うん、いや僕もね、あの追い出すこのおばさんひどいなと思ったんだけど、大人になって見てみると、いやちょっとこの子供もどうかなと思うところがあるわけですよ。要はまあ、まあ、中学生ぐらいなのかな、そのお兄ちゃんは。だからもう働きもせんでプラプラしてみたいなことを、ちょっとは家の手伝いぐらいしたらどうなのかと。まあ、そしたら、まあ、そのお兄ちゃんも、いや米はうち、米とかお金はなんかうちのもんなのになんで言われんだみたいなことをね言い出して、だったら出てきて、そういう感じですよ。だから大人になってみると、ちょっとこの子供もなんだろうな、かくまってもらってるのにちょっと自分勝手かなと思いました、うん、で、結局それで追い出された2人っていうのは、なんだろうな、近所の、まあ、まあ洞窟っていうのかな、ほらみたいなところで、どっちかというと空いた防空壕みたいなところにいるのかな、そこでまあ2人だけで、まあ、生活をしていくという話なんですね。で、まあ、当然子供2人の生活ですから、まあ、なかなか立ち行かないわけですよ。ですから、まあ、まあ、なんだろうな、働いてるのかどうかは知らないんですけれども、うん、野菜を近所の畑からかっぱらったっていうのは見てます、うんうん、スイカだったかもしれないけれど、で、まあ、あの一応ね、まあ、お百姓さんというか、まあ、農家の人なんかはもう当然ぶん殴るわけですよ。で、一応おまわりさんは一応子供がねやっぱり食っていくためにね大変だったんだろうってことで、ね、同情もねしてくれているんだけれども、まあ、そういう感じのかなりひもじい生活を送っていました、うん、で、まあ、そうこうしているうちに、まあ、妹の節子もね、まあ、だんだん栄養失調になってくるわけですよ、はいはい、うん、でなんとかあのうまいものを食わせたいってことで、要は多分サクマドロップ当時からあったのかな、うん、まあ、それをまあどっかから手に入れて食わせたと。で、ねだんだんねやっぱりそれもなくなってくるわけですから、なくなった時に節子はね、あのついにおはじきを口に含んで空腹をしのぐっていう、聞いたことある、そうあるじゃない、あの節子はそれドロップやないおはじきやっていうあのシーンがね結構有名だったなと、うん、うん、で、まあ、結局節子も死んでしまって、
結局主人公のセーターかな、うん、結局なんか一人寂しくなんかのたれ死んでくみたいな話だったと思います。そう、みんな死んでくって話、うん、あのね、あの今聞いてて思った、うん、あのナルニア国物語よく見てるね。へえ。あれも戦争でドイツイギリスがやってる時に、はいはい、あの空中でね疎開するの、はい、おばあさんのところ、うん、だから兄さんだ、うん、それでそこのなんか洋服ダンスの中に、はい、世界が違うとこ通じるあれがあってね、異世界に、うん、デジタルタイプのあれだ、はい、まあ、それにしても宮崎駿ってのは、うん、これはなんで嫌いか、うん、好きな人ごめんなさい、うん、僕は嫌いなんでしょうがないから、うん、あの基本的には反日なんだ、うん、戦争反対反日、そうだね、おそらくあの作品自体がすごい戦争が悲惨だったっていうことを伝えようとしてる。手塚治虫も大嫌いな人、うん、それがね俺も嫌でね、はいはいはい、はっきり言ってあの内容で面白いのもあるんだけど、うん、トゲがやっぱ刺さるんだよね、うん、やっぱり韓国系の典型で、はい、完全な韓国系だから、うん、だからね、それってがね、どうしてもだね、うん、なんで宮崎駿は韓国人だって韓国人って言わないんだろうなと思って。そうね、韓国起源って言ってもいいのにね。そう、それなのにグジグジの方がさ、うん、ドラえもんは韓国の漫画なんだまあそうだね、うん、見た感想はどうですか。見た感想としてはやっぱり大人になってからとやっぱ子供の時見た印象は、ね、だいぶ違うなと思った、うん、やっぱり子供の時見るとやっぱりなんだろうな、まあ悲惨さはやっぱり際立つし、まあそんな見たいと思う作品じゃないよねっていうのが正直なところだった。出てこないの、なんか最初死んだところから終わるんですよ。ああ最初のシーンがなんか死んだところから終わって、それを回想シーンで映画が出てきてるみたいな、そういう話。帰ってくるんじゃないの。帰っては来なかった。帰ってこない、うん、なんだろうな、要は草原というか、まあ、昔のね綺麗な河原でホタルを見て、と明かりのないところでしたから、そのホタルをたくさん捕まえてきて、なんだろうな、明るく洞窟を明るくして、それを見せて、妹節子が感動してるみたいな。なるほどね。そうそうそう、うん、まあ、どうしてもね戦争が絡んでくる映画って難しいんだよ。そうね、話の言語が、うん、だから、うん、学校がなんかねやっぱり見せたがるよね、日教祖いやだからね、戦争はね、本当ね、うん、扱いが難しいと思うよ、うん、この人も、うん、やっぱ俺たちはどう考えたって、うん、あの戦後の世代がみんな、うん、だけど俺たちの戦後はちょっと違ったんだよ。少年サンデーの関東カラーで、うん、世界の核兵器っていうさ、すごかったよ。この核兵器は、うん、特別なやつで、うん、広島原爆の何十倍でっていうね。あ、すいません、そんなのね、うん、今ねあのやってる最中で中華プレートが出てきたので、うん、これを食べられないよ、はい、はい、ありがとう、ありがとうございます。はい、ホタルなんかね、うん、もうダメだな。そうね、うん、やっぱりね、やっぱ大人になってみると子供の方がそれ自分勝手じゃないかなと思っちゃったかな、うん、僕は。だからその当時の疎開とか、うん、した人の話が面白くてね、うん、だから宮崎駿ってうちの子と同じ世代からやっぱり、はいはい、疎開してんだね、うんうん、なるほどね。だからやっぱり疎開してるのあれを見ると、うん、あれが正しいよ。ああ、やっぱりそれ。だからやっぱお金持ちはいいとこ疎開できる。へえ、うん。そうなんだ。いいとこ疎開できる。うちの黒もやっぱり社会的の人だから、うん、最低だけど、うんうん。いいとこ疎開できたの。なんかまあ親父と出会う前だからね。うん、そのまあ、うち蛍の墓とそのなんだろうな、疎開先 の, その子供とのやり取りってあんま記憶にないんだけれども、いわゆるその疎開したなんだろうな、都会の子供とあと疎開先の田舎の子供との力関係みたいなどうだったんですかね。ああ、お金だよ。お金、お金持ちとか、いいとこのお嬢さんとかお母さんが別格、うん、ああちやほやされるんだ、うん、絶対そうだね、うん、うちのおっぷは結構ちやほやされたんだ。へえ、うん、じいさんがやっぱりさ、うん、仙台高校っていうね、うん、鹿児島か、はいはい、の高校の先生だったから、うんうん、いやそんなことも踏まえてね、はい、今日は安藤君に主導権握ってもらいました、うん、僕だったら絶対見ない、絶対見ないね、絶対見るね、うん、ホタルの墓、うん、ホタルに墓作るんだったら他のね、もっとね、イブネコにも作ってやれるじゃん。一応ホタルって火が垂れるって書いてホタルと読ませるっていうねはずなんだけれど、まあね、でも戦争のことを考えるといろいろあるよね。だけど僕らが考えなきゃいけないのは、はい、で戦争がいい悪いなんて言っても戦争なんだ、そういうものなんだ、うん、負けたら終わりなだけ、うん、だからあの時は負けて終わっちゃったわ、うん、もう負けないぞ、次頑張れウクライナ、ね、うん、待ったら勝つしかないねって
はい、時間になっちゃった。はい、はい、安藤君、じゃあとにかくね、あの10分間ご苦労様です。はい、ありがとうございます。またやります。はい、よろしくお願いします。さようなら。